京国宮、光稀都市新納名は7年6月22日は、江戸時代中期の日本の皇族。京国宮、第九代。京国宮家、稀都市新の第一王子。要章は、若宮、五、漢方元年子タスクマロと解消する。広志保二年当円天皇の勇士となる。延教二年二月新王宣言を受け、光稀都市と命名される。同月元服して、 上ズ大衆に任せられる。同年12月3品に除せられる。法暦3年12月2品に少女。翌法暦4年、官院の宮正仁親王の第三王女室女王と結婚し、家人親王から家徳を譲られる。法暦6年室女王が皇居し、法暦9年紀州徳川家の徳川宗直の女、久子と再婚する。名は7年皇居。 38歳。法名は、正常官院。新王は、王子女に恵まれず、実子は、最初の日であった室子女王との間に設けた、在子女、大和とだけであった。新王没後、久子妃を当主として三宅は維持されたが、完成元年に、久子妃が死去し、三宅は、空主となった。ありがとうございます。